皆さんこんにちは。こんにちは。ハロウィンがやってまいります。イエーイ。10月下旬ハロウィンナイト超盛況。イエーイ。あのパーティーでいきます。俺さん仮装とかするんですか？しません。行きたいと思います。よっしゃー。オブリー言及するの忘れてた。ブリだよそうだよ、ブリだよ。やべやべ、ラーっていうこと忘れてた。よし、このパーティーはブリじゃないんだ。ブリラーというチームです。実質ラーパ。実質ラーパですてか音楽こんなに調子に乗ってんだな。音楽いいっすよね今回の。聞いたことなかったんでびっくりした。背景もねガンガン動いてます。マイル背景すごいよね。ボス戦突入時とか、やべ。うお、あ、闇が、あ、もうちょっと余裕持ってパズルしても大丈夫だよな。やっべ、どうかな。やばいか。うまい。お、ハートをちょっとキープいろいろしつつの、の、お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 、パーリナイ結構なパーティーいいとこまで行ったんだけどな、残念だったな。え、何何何何、ちょっと待って、こんなに強いの？減らすと多分、え、あ、ウィル・オウィップスプ2400のくらいのパーティーどころじゃねえよ。ファイアーボール単発の AJ にはあいつ要注意人物やねんかもう一回行きます。 パーティーとか行ってらんないよ。パーティーはお開きだ。大丈夫だ、5色さえ決めれればブリダーでできる。安心してくれ。うん、あ、すげえ調子取ってる。こういう時ってでも色ないとさどうしようもないよね。そう、ブリラーはそう、色なしになった時に、しかも闇食い、うわ、きっつ。ウィル・オー・ウィスプの防御が54000で、このクイントンも防御100000。マジ結構ハロウィン。なんであいつは倒しておきたかった。よっしゃ、15倍で抜けるのかな。抜けるか。結構もしかして危ない橋渡ってる系。だいぶ危ないですね。マジ、あれ結構これね、結構やばいかも。ほう、だんだんね現状を認識してきた。そう、あいつらの今の闇食い攻撃が闇をひたすらに変換されるんで、色があってもだからラー決まんないんですよね。でかつ のそれ以外バグズボム、わー、単発9000、きつ、きついぞ。なかなかきついぞ、なかなかきついぞ。このダンジョン、イルウィスプがやばいよな。そう、あいつはやばい。イルウィスプのところで5色あっても抜けるのかな。5色でさすがに抜けるやろ。色あるよ、闇食いが。お、抜いた。よし、そうか、ラーでしょ、光がね。やばいのはウィル・オブ・ウィスプ。オッケーオッケー。ほら、うん、ナイス。ドヤドヤ。うん、次ねえな。ここでウィル・オブ・ウィスプが出てきたら、まあただ5色決まれば抜けますね。でも2-3だ、いくぞ。あれ、あそこに、よし、それよそれ。ハロウィンってなんだ。いや、ハロウィンっていつからあったんだろうなと思って。歴史の話。うん、あ、ハロウィンワールド、バトル5、違う、バトル4。お邪魔を結構作ってくるんだね。コカトリスとダークレディ。暗闇は先生だけだよね。
一回開きます。死ぬことはない。そのコカトリスが毎ターンそのランダムで一色をお邪魔に変換。あーこれはきつい。これきついな。あこれはきつい。これ一色は回復も含まれてるのかな。ラー使うまで、違う違う、あのカーリー使うまであるな。カーリー使わないと抜けないですねこれね。やべえな。ただこれここでカーリー使うと次のトトアンドソティスとパンプキンジョーカーも結構やばいっていう。行くも地獄行かぬも地獄。これブリラーじゃきついか。多色だときついか。でも結構与えてる結構与えてる。わおわおわお。右のやつ 50% 超えるとあれですよ、ランダムで3体バインドっすよ。カーリーだ。もしくはブリで1回緊急回避。キトキト？キトキト。なるほど。どっちにしろ色ないし。キトキト！はず。皆さんキトキトしてきましたか？いきますぞ。四つ消し2個入れた方がいいですね。光の火が回復をしたかったんだ。火こあうわでこれ何事もこっちやべえ、消えちゃったー。ノーからやめてー。きたー。クイックキュア発動。イエス。そして色あります。来たゼコンチャンス。カーリー使わずにいけそうっすね。ですね。うん、うまい。うっし、今のうまい。助かった。おお、来たー。いやーよくは回復も欲しかった。色がない。あれ、ただバルキリーいける。そうだ、バルキリーいける。ネクスト5バトル。おっ、4コンボ以下吸収。これバルキリー使って抜けるかな。エンハーは使いたくない。いやエンハーは次ですよ、絶対使うの。バルキリー使うか。ただ闇だからいけるかもしれない。いっちゃうか。攻撃耐性光発動。ハロウィンっていつからあるんだろう。そんなに気になる。いや、いつからなんだろうと思って。分からない。さあ、ああ大丈夫。どう？あ、あ、あ、いった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 。ああ残った。待って、変なダメだよ。トトが寝ている。トトが寝ている。明らかに HP を減らしすぎているにもかかわらずまだ大丈夫な感じらしいぞこれ。まだ、え、寝た。行くぞ行くぞ、はい、行っちゃうよ。え、死ぬ大丈夫よし、行くぞ。これでこれもんのこれもんのこれ。おい、きれい。あわよくば火。あわよくば火。火は来ない。でからのかもっと。あ、うん、あ寝た。え、でも今起きてたよね。危ねえな。これブリの3倍で飛ばすぞ。今起きてたよ。起きてた。行くぞ行くぞ、参ります。さあ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 、おうまい。今のうまい。おお、村井さん、よし、これありますよ。あるぞあるぞ、勝利あるぞ。よし、いった。待って、結構これギリギリだったね今の。危なかった。いや、ギリギリだったね。ちなみに今のやつ HP375 万あるんで、皆さん375ですよ。結構やばいっすよね。何この BGM 超かっこいい。さあ来たーボス。で、ちょっとこれ胸が熱くなる BGM。 今日ね、よく見るとね、いろんなキャラがね
メジェドラもいる、コシマルもいる。なんかすごいマガマガしさ。てかこの BGM 超かっこいいな。タマドラもいる。タマドラいる。かわいいですね。HP 450万。これワンパンしかないですね。ただ HP を減らしすぎると2万3000飛んでくるんで耐えられないんですよね。でも村井さん、さっき、うん、トトスティスが375万で5色消して結構減らした。な、うん、で A 波使えばよし、一撃できるってことはもう酔い越しのスキルは持たない。全開砲五色の秘術発動。いっちゃれい、想像の息吹。よっしゃ、これがあるから大丈夫。3バーストロック、イエーイ。これでパズルの秒数が伸びます。さあちょっと安心で光2コンボ伸びます。パズルの操作時間が伸びます光が6でしょ。で火が4つです。いや、つげし入れた方がいいかな。33は四つ消しか。いやー、わかんねえな、どっちの方が向いてんだろう。今回は四つ消しで、今回は四つ消しでいきます。イエス。いきます、こっから。はい、参る。おこれでさあ微妙な街、微妙な街、来い、あ、街じゃないとこに来た街じゃないとこに来た。よし、カモン、当選さあ、よっしゃー、450万飛ばした。結構ギリギリ、てかウィスプが出てこなかったっすね、今回。あ、本当だ、あ、本当だ、出てこなかった。来てないっすよね。セーフ。ウィスプが一番強い。防御は硬いけど、まあ5色を使えば、今回のパーティーだとウィスプが一番強いウィスプやばいよな、なんで2万とか飛ばしてくるんだ平時で。スコアも見ましょう。8万点でSランクかな、うん、ちなみに1位の7万2000点は私がおそらく初見でカイトでやった時のやつです。おお、はい、そんなわけで私、ハロウィンナイト、仮装祭り超盛況、ブリパ、ブリラーパで、時代の最先端を行くブリラーパでクリアいたしました。これ、これブリじゃないです、あの、マグロです実はマグロだった。あ、これマグロです、大間の漁師、ほら、マグロ漁、マグロ王って書いてるでしょこれ、ブリだった。ブリじゃないです、すいません。あの、私がプライベートで、青森の先端の大間に行った時に、あの、買ったブリ、ブリじゃなくて大間の。まあ今日はブリの仮装ということで、はい、では、はい、皆様ハロウィンナイトお楽しみください。ちなみに魔法石28個ございますが、この後ガチャいきます。ハロウィンガチャ、明日の動画になると思います、お楽しみに。さよなら。皆様ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったという方はぜひとも高評価を、またまだチャンネル登録がお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今流れている映像、これは私たちが取り組んでいる映画の予告動画の撮影風景です。この映画は完成後このチャンネルで公開いたします。現在この映画は皆様から支援金を募っています。興味を持っていただける方はぜひ概要欄のリンクから飛べるクラウドファンディングのページをご覧ください。支援いただいた金額は全て映画の制作に充てさせていただきます。また金銭的な支援はできないけど映画は見たいとか応援したいという方はぜひ映画の予告編の動画に高評価をよろしくお願いいたします。支えになります。無謀な挑戦であることは十分理解しています。ですが私たちはやりきります。それでは最後に予告編をどうぞ。何が起こったんだ。これは凶悪なコンピューターウイルスの仕業です。何だと。やばい、地球全体に広がっていくぞ。映画みたいにヒーローが助けてくんねえかな。アクセーリアー、俺に任せろ。主演マックス村井、人工知能にはインストール完了、マミルト、マックス頑張って、歌う生徒会長スプリングマン、そして野郎ども。
全力で悪に立ち向かい、地球を救え！マックス・ザ・ムービー赤いサイバーロード。